えっと、4月から大阪のベッドタウンで自覚サロンを開いています。えー、日本ではあまり浸透してないフランス系の医療アロマテラ,テラピーのマッサージで、効果のアロマを使うもののかなりの効果を体感していただけるんですが、どのように地域に密着型で顧客を確保した例でしょうか。ちなみに風で行っていたゲゲトは30代から40代の女性、もしくは夫婦でデートをするなどでも想定しています。ご支援いただきありがとうございます。えっ、ー、とですね、あの、アロマテラピー的なやつで効果が体感できるっていう、体感っていうのって、基本的にはその、言っちゃいけないことになるんですよね。 本当に効果があるかどうかっていうのは医療行為になってしまうので、それを広告宣伝とかでこういう効果がありますよっていうと、あの、なんか、えっ、ー、と、医法だっけ医療機器なんとか法みたいなやつに引っかかっちゃうんですよね。要は、あの、薬でもないやつに効果があるっていうと、あの、まあ、あの、法律に増えるよねってやつなんですけど、なので、あの、効果があるとかっていうのが多分言えないので、あの、ちゃんとやろうとすると。 なので、いかに騙すかっていう話になると思うので、で、それなりに高い値段でやってると思うので、多分、あの、広告費バンバン使って、インフルエンサーとかに金払って騙すっていう方向でやった方がいいんじゃないかなと思います、ね。ちなみに僕、その、あ、薬器法ですね、すいません。あの、そのなんか、アロマ的なものとか、なんかその、なんかこう、なんだっけ、あの、なんて言ったっけ、あの、なんか、 あの、すごく薄くして溶かした、あの、砂糖液みたいなやつで、あの、医療行為になる、医療行為というか、漢方みたいに使われるみたいなやつとかって、あんまり僕信用してないんですよね。なので、あの、基本的には人を騙す商売なんじゃないかなと思ってます。はい。あ、ホメオパシー、それ、はい。ただ、フランスだと、ホメオパシー保険で降りたりするんですよね。なので、なんかまあ、あの、 その医学的には効かないんだけど本人が満足してるんだったらそれでいいんじゃねえのっていうので保険が降りるみたいなのがあるみたいで、そういう意味であの、なんか日本よりフランスの方が緩いなと思いましたけど。